富士山、田子の浦のしらす、学難電車、そして製紙工場、包装紙に書かれているのは、富士市の名所などで、デザインしたのは、市の職員です。トイレットペーパーの包装紙を利用して、町の魅力を発信しようと、市が企画しました。 このトイレットペーパーを作っているのは市内の障害福祉サービス事業所楠木学園の施設利用者たち楠木学園は1970年の開園当初から製糸業が盛んな町の事業所として現在もおよそ25人の利用者たちがトイレットペーパーの製造に取り組んでいます レッテル巻きが上手にしっかり頑張っていますみんなに喜んでもらえるように頑張って巻いてます市の PR にもつながるこの取り組みが利用者たちの働きがいにもつながっていると言います 障害のある方の社会参加にもつながっていたりですね日々の皆さんの作業工賃につながったりということで富士市を PR する包装紙のお仕事を受けたことによって利用者の皆さんもですねより一層富士市を盛り上げようとやる気になりましてですね一つ一つですね丁寧に巻いております。このトトイレットペーパーパは市役所などで 4個130円で購入できるほか、来年度からはふるさと納税の返礼品にも追加される予定です。<noise>